皆さんこんにちは、佐藤ゆりやです。今日はコカで購入してきたアイテムをご紹介していきたいと思います。今回コカで約1万5000円分購入してきたんですが、あのコカといえば本当にもうプチプラで、まあ、トレンドが詰まったアイテムが多いので、あの私の中ではママたちにとってもおすすめのブランドだなと思ってます。はい、今ね私はもう息子が大きくなってきたので、あの一緒にいて息子と一緒だから服が汚れるっていうことがもう本当になくなって、一緒にいても好きな洋服をね着れるようになったんですが、やっぱり息子が小さい頃はもう洋服は汚されて当たり前、なんかこう一緒にいるからこそなんかそこの洋服汚れちゃったってテンション下がったりとかはしたくないので、あの、まあ、汚れてもお家でね洗えるものだったりとか、でもおしゃれしたいからトレンドが取り入れられるプチプラアイテム、あの一番よく活用していたと思います。なので子供がね小さい時はあの外食でねお友達とやっと行けるランチに息子と一緒に行って、こうちょっといつもよりねこう張り切って可愛いお洋服着ていっても、あのミートソースをものすごい食べて、でも途中で眠くなっちゃってママって言われて、もうミートソースべちゃーとか、あの転ぶなよ転ぶなよって言ってドーンのところにビシャーとか、それで抱っこして帰るとかね、いろいろあったなと本当に今思っても思うんですが、あのおしゃれをね諦めたくないママたちにぜひあのおすすめしたいアイテム買ってきたので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでこんなに7点購入してきました。あの今回自分の中ではすごくね幅広く、ちょっと外人系の方にもカジュアルが好きな方にも、あとはもうコーディネート組むのめんどくさい、これだけ着ればみたいなねアイテムも合わせて購入してきたので、どんどんご紹介しています。まずはこちらです。このパンツが、あのコカってすごくこういうシャーリングが入ったパンツすごい種類があって、あの今私の大親友がまだまだね幼稚園のお子さんを育ててる真っ最中なんですが、あの私の園のママ友は制服のようにもうみんなこれ持ってるって言っていて、とにかく使いやすい、まあ、汚れてもまあ洗いやすいっていうのと履きやすいので、お迎えの時とかそのままやっぱり公園に行くっていう時にすごい重宝する。あの短い丈のトップスに合わせても、あの体型カバーしたい方にはちょっとこう上にねロングのロンティーとか長めのもの合わせてあげて、こう裾が若干広がってる感じなので、とこれ素材違い色違い、あとはまあちょっとした形違いでもたくさん出ていて、あの私はちょっと今回このベロアっぽい生地、ちょっと秋っぽさを感じられるといいかなと思ってこの素材であのブラック選んだんですが、もっと光沢のある軽い感じの生地だったりとか、まあ、ベージュとかねブラウンとか本当に幅広く色もあったので、楽ちんでいてきちんと見えするようなパンツ探してる方にはねとってもおすすめです。続いてはこちらのトップスです。これはあの形綺麗すぎて今回ちょっとホワイトあの購入してみたんだけど、ちょっとブラックも欲しいなと思ってるぐらい、あのすごい形もいいし、あのやっぱり今年ショート丈にこうハイウエストのカーゴパンツっぽいものだったり、あのボリュームがあるボトムを合わせるっていうのすごいトレンドのシルエットかなと思うので、あのこういうシルエット着たいけど、まあ、ちょっとお腹見せるの恥ずかしいとか、なんかちょっとこうなんだろう、挑戦するには買いやすいアイテムがいいなっていう方には、ね、ぜひぜひねここで挑戦してみてほしいなと思います。そして、今こちらのホワイトのトップスに合わせていたこちらのこうカーゴパンツというのかな、これはなんかまあちょっと今っぽいシャカシャカっとした感じの、あのパンツです。ブラックとカーキがあって、ブラックも可愛いしカーキも可愛かったです。結構カジュアルに見えるこの生地感もシャカシャカしていて、あのシルエットもボリュームがあるのでカジュアルに見えてしまうんだけど、あのこれからの季節にやっぱ運動会とかあの遠足とかそういうシーンでも、あとうちは芋掘り遠足もあったなそういうシーンでも水を弾くような、ね、素材でもあるので、そういうシーンでも、ね、履きやすいのかなと思います。続いてはもう1枚で決まるワンピースです。やっぱりワンピースはコーディネート組まなくて済むので、あのすごく私も好きで、特にこのぐらいロンティーの延長みたいなこういうカジュアル感が、あの私はねバス停の
送迎だったんですけど、そういうシーンにもなくしてるのにおしゃれみたいな感じですごく着る機会が多いなと思います。これね、小物の合わせ方ですごくお出かけシーンにもすごい合うし、普段にも合うなと思います。やっぱこういうワンピースってちょっとこう体型広いすぎてしまうと気を使うし疲れちゃうし、なんか見せたくないとこ見えちゃうって感じなんだけど、いい感じに胸下あたりからふわっと広がってるので、嫌な体型の広い方しないところもね、すごくお気に入りです。続いてもワンピースです。こちらもまあドッキングワンピースで、もう素材も違うので、この今回購入した中では一番ねお値段高いものなんですが、もうこれ一枚ね本当におしゃれで高見えするアイテムなので、これはね、まあ、送迎とかももちろんだけど、お子さんと一緒にねお出かけのシーンとかでもね使いやすいかなと思います。あとは嬉しいのが、まあ、このスカートの生地がまあ結構張り感があって、もちろんシワにはなるんだけど、シワになっても嫌じゃない生地、シワがあって当たり前の生地なので、まあ、なるべくそんなくしゃくしゃだとちょっと恥ずかしいんだけど、子供といてねいっぱい動いてあちこち動き回ってもなんかこうそういうところも気にならないようなワンピースなのかなと思います。続いてはガーリー系が好きな方にもぜひおすすめしたいこちらのトップスです。これ本当にふわっとしたこの袖の感じだったりとか、まあ、胸下でね切り替えてあるとかの部分が可愛らしくてね、すごくこう1枚でも華やかになるトップスだなと思うんですが、私たちの隠したいこの二の腕とかお腹周りとか、あとはこのね背中の肉の感じが気になるとかね、そういう方にはこれでこのふわっとしたシルエットにしてくれてるので、嫌なところを全部隠せるっていう感じでね、すごく可愛いなと思います。このトップスパールとかもすごい似合いそうじゃないですか。パールとかの、ね、小物で華やかさを足してあげてもいいと思います。はい、コカのアイテムは結構カジュアルなもの多くて、トップスにこうパールがついているような可愛らしいものも多かったんですが、綺麗めスタイルの方も着れるアイテムももちろんあります。はい、今回このシンプルななんだけどこう肌のトーンを明るく見せてくれるような綺麗色のニットを購入してみました。これ腕のところがやっぱこうドルマンになってることでね、ここら辺のね体型カバーももちろんしてくれるし、手首の方に向かって細くなってることで腕が細く長く見えるっていう効果があるのかなと思います。色のトーンは私だったらやっぱりベースとかホワイトとかでこう淡い綺麗な感じで合わせてあげるか、あとはもうすごく綺麗めな黒いパンツとか合わせてね、ちょっとこうパンプスみたいなミュールみたいなもの合わせてあげたりすると一気にこう綺麗見えするファッションになるかなと思います。以上が今回コカで購入したママたちにおすすめしたいアイテムのご紹介でした。ぜひお買い物の参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。